湯直し看護塾3分間劇場 SAO2 SAO2 とは動脈血酸素飽和度を表し、動脈血中の酸化ヘモグロビンの占める割合です。酸化ヘモグロビンとは酸素と結合しているヘモグロビンで、基準範囲は97%から99%。脈のデータを利用して飽和度を出しているのが、皆さんよくご存知の経皮的酸素飽和度 SPO2 ですね。どういうことかというと、血液の中を流れている酸化ヘモグロビンの割合を見ているんですが、荷物の運搬に例えると、ヘモグロビンというのはトラック、酸素は荷物ですね。 SAO2 が正常ということは、ヘモグロビンと酸素の結合が正常というだけで、呼吸が苦しくないとは限りません。 SAO2 が正常ということは、飽和度は問題がないというだけの話です。例えば低酸素血症の場合には、トラックはたくさんありますが、荷物が十分になく、結果荷物を運べていない。これは飽和度は下がりますよね。一方、貧血の場合には、トラックには荷物は乗っていますが、トラックそのものが少なくて、全体的な荷物の運搬能力は低いという状況で、こちらは飽和度には問題がありません。正常の場合には、もちろん呼吸困難はありませんし、ヘモグロビンも十分にある、十分に酸素も結合しているという状況です。低酸素血症の場合には、ヘモグロビンは十分にありますが、酸素が十分にないので飽和度は下がって、 SAO2 は低値、もちろん呼吸困難が出現しています。貧血の場合には、酸素とヘモグロビンの結合はいいので、 SAO2 は正常、つまり飽和度に問題はないわけですね。しかし、運んでいる酸素の絶対量が少ないので、呼吸困難は出現します。SAO2 が低ければもちろん異常です。 SAO2 が正常でも呼吸困難があればやっぱり異常です。呼吸困難がある場合には、必ず貧血も考えておくということが大切になってきますね。酸素飽和度乖離曲線というものがありますが、酸素飽和度が 90% を下回ると、 PaO2 が 60mmHg を下回ってきます。組織に十分に酸素を運搬するためには、 PaO2 が60以上を維持できている必要があります。つまり SaO2、SpO2 が90というのはギリギリのラインということですね。この90を下回ると、急激にヘモグロビンと酸素の乖離が進行し、状況が悪化していきます。まとめです。SAO2 は動脈血におけるヘモグロビンと酸素の飽和度、基準値は97%から99%。貧血は SAO2 では低下しませんが、呼吸困難が出現しています。SAO2 90% 以下でヘモグロビンと酸素の乖離が進行ということですね。